おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日8月16日金曜日の全国の天気をお伝えします。今朝の千葉幕張は雲の多い空になっています。風も強く吹いているようです。では全国のお天気をアイコンで見ていきましょう。台風10号は日本海に抜けました。この後は北東進し、北日本に近づく予想です。朝は中部エリアで激しい雨、風に要警戒です。関東でも局地的にざっと激しい雨が降る恐れがありますので、空の変化にお気をつけください。西日本、東日本はだんだんと天気回復し、だんだんと雨は降りにくくなります。日差しの届くところも多くなりそうです。ただ西日本方面、にわか雨の可能性が残りますので、お出かけの際は雨具があると安心です。また天気回復しても波は高い状態が続きます。マリンレジャーなどは今日もお控えください。北日本方面は天気下り坂です。東北は広い範囲で午後、そして北海道、道南や道央、道東の太平洋側は夕方以降荒れた天気となる恐れがあります。今日は早めの帰宅が安心です。全国の天気をお伝えしました。今日も気をつけてお過ごしください。